はい、えー、それではですね今から会計試験の延期に伴うですね、えー、ガイダンス動画ですね始めさせていただきます、えー、担当はレックスに講師下見もですよろしくお願いいたしますはい、えー、とまあ本日ですね監査審査会の方から、えー、会計試験の、えー、まあ、延期後のね、えー、まあ細かな日程について発表されました、えー、まあ、細かな日時はまだですね発表されていないんですけれども。えー まあ、2020年2回目のね、えー、担当式試験本来であれば5月の、ね、下旬に行われる担当式試験が、えーまあ、8月の下旬を目安にと、ね、で2020年論文式試験本来であれば8月のですね、まあ、下旬に行われる、まあ、中旬から下旬に行われる論文式試験が、えーまあ、11月の中旬を目安にというところで、えー、監査審査審会からです、ね、発表されました、えーまあ個人的にはですね思っていたよりも特に論文ですね、えー、かなりこう後ろの方にですね倒されたなという印象は受けました。 はいでそこでですね、えー、まあ、急遽えー、本日、えーまあ、その延期に伴ってレックがですねどういう,こう、まあ、皆さんに対するですね、えーこうまあ、コースの、ね、対策を立てていくのかというところとあとはですねあの皆さんがその延期に向けてですねどうやって勉強していったらいいのかということをまあ、短い時間ですけれども、えー、ちょっとです、ね、お時間いただいてガイダンスをさせていただきます。はい でまずは、ですね、えーまあ、その試験延期に伴った、えーまあ、レックのです、ね、方針についてお話をさせていただきますけれども、えーまあ、まずはですね、えー、担当式試験の、えー、対策方針についてですけれども1、えー、つ目はですね、えー、模試をもう一度、えー、実施させていただきます、まあ、延期にですね、伴った、まあ、延期模試ですね、えー、まだ日時決まってないですけれども 一応予定としては7月のまあ半ばぐらいまあ試験実施のまあ1か月ぐらいの前というものをメドに模試ですねこちらのを実施させていただく予定ですでまたえ会場やですね実施日え細かい詳細事項ですね決まり次第レックのホームページやですねツイッターの方でまた情報をですねこう提供させていただきますのでまあとりあえずですね延期に伴った模試をですねえまあ追加で新規で実施させていただくというところで,で当然ですねあのーコースやパック数の方は あの無料であの受験できますので、まあ、ぜひね、あの特に、まあ、5月の頭かな、ねまあ、今月の頭にです、ね、実施された模試でこう思うようなです、ね、成果が出なかった方はです、ねまあ、リメージするチャンスでもありますので、まあね、こう8月まで延期したことに伴って、まあ、間延びしてしまいますからね、えーまあ、うまく、ねえー、そこを一つ目安としてまた学習のペースメイクというものをです、ね、あのしていってください。はいえー、それとですね、えー 担当者向,向けはですねウェブ動画ですねウェブ動画の視聴期限、えー、これはあの前回延期がねこう監査審査会から公表されたタイミングで。 えーまあ、ウェブ動画の視聴期限なんかをが延長をされるということをお伝えしましたけれども、まあ、これもですね予定通りその試験が行われる、まあ、8月と一応公表されてますので8月の末まで、えー、動画の視聴期限さらにはですね質問サービスである教えてチューターの延期っていうものをです、ねえーまあ、伸ばしていくと、まあ、延期を伸ばしていくとか、まあ、予定通りかなここはね8月末っておそ、えー、らく公表していたと思いますので、えーまあ、8月の試験というところで落ち着いたので、えーまあ、その8月末まで担当の、えー、動画視聴期限と教えてチューターの、えー、サービスの実施 期間というものをですね延長させていただくというところになりますはいで、えー、続いて論文 学生向けのですね、えー、まあ、講座なんですけれども、えー、まあ、今ですね論文グレードアップ討論が走ってると思いますけれども、論文グレードアップ討論の8回目から10回目までと、えー、プラス模試の通学実施日と、えー、発送日を変更して、まあ、少しね後ろ倒しにしていきます。えー、まあ、論文生がねなかなかこう辛いと思うんですよね、窓びいしてしまっていると思いますので、えー、まあ、少しこう早く討論実施してしまうと。 さらに間延び期間がですね後ろにこう伸,ば伸びてしまいますので、えーまあ、イメージとしてまだこれ決まってるわけじゃないんですけれども私のイメージとしてはこう月1回ぐらいので、ね、実施でこうれなの8から10プラス模試をですねできたらいいのかなと思っておりまして、えーまあ、ここはですねまた決まり次第ですねこれも。 まあウェブなしツイッターなんかですね情報をですね提供させていただきますけれども、まあ、少しねこう後ろ倒しにしていって、まあ、間延びの期間をまあ防ぐというところでですね、えーまあ、レコの方もです、ね、ちょっと対策を立てさせていただきますというところとあとはですね、えー 論文式試験の講座に関する動画視聴期限とウェブ質問サービスの教えてチューターについては、えーまあ、一応11月試験ということが公表されましたので、11月の末まで、えー、ご利用できるようにですね、変更をさせていただきたいなと思っておりますので、はい。えーまあ、とりあえずですね、えー、今お伝えした担当式試験の、まあ、模試の実施、えー、そしてまあサービスの延長、えー、論文式試験に向けての当連の えー、まあ少し後ろ倒しのですね日程変更と、えー、サービスの延長というところですね一つコーレックの方針としてまあ現段階で決まっているものとしてですね、えー、お伝えさせていただきますであとはですね特に論文生向けにはですねまたこう間延びしてしまいますので、えー、まあそれをなんとかねちょっと防止できるようにまあ少しオプション講座とかですねまた無料の講座なんかをですね、えー、ちょっとアップさせていただくようなですね検討もしていきたいと思いますのでまあぜひねちょっと論文生はかなりこう間延びしてつらいと思いますけれどもなんとかねちょっと頑張っていただき いきたいなと思います。はい、で、えー、それからもう一つね。こっからはまあ、具体的にこうどうやって勉強していったらいいのか、っていうところについて、少しお話をさせていただきます。はい、いまあ、前回のですね。4月の下旬のあたりのウェブ動画でもですね。お伝えはさせていただきました。けれども、もまあ、実際に一定がある程度ね、えー、決まりましたので、まあ、それに向けてどうやってですね、えー、対策を立てていくのかというところで、まあ、これもねちょっと担当性向けのですね。お話と論文性向けのお話と分けて、えー、させていただきます。けれども。 えーまあ、まず担当生ですね、えー、担当式試験の実施が8月の末に延びたということはですよこれ5月の末っていうものをベースに考えた時の日程でいくとですよ今5月の中旬なんですが5月末試験で考えた時の2月の半ばに相当するんですね今っていうのは。だから今2月にいるんだという感覚ですかね5月に試験があったとする前提で。試験3ヶ月前ですから、ね、はい でそう,う考えた時にやっぱり従来ですねこの5月に試験があるような状況の時は3月末まではですねやっぱり論文の対策と並行してやっていきましょうっていうのがです、ね、スタンダードなですね、えー、方針でしたので、まあ、基本的にやっぱり論文の対策を立てるべきだとは思います個人的には。はいでまず2回目以降の受験の方はこれは必ず論文対策を立ててください。必ず論文対策を立ててください2回目以降のの受験の方ですね でまあ、すでに2回目以降の受験の方はですね多くの方はその担当と論文がセットになったですね、えー、コースですかね、えー、を申し込まれている方多いと思いますのででさらにはですねもう3月まで論文の勉強やっている方っていう方多いと思いますので、えー、まあそのね論文の勉強をもう一度ですねちょっと掘り起こして えーまあ、期間的にやっぱ6月末まではま論文の対策を立てるべきかなと思います当然ねあの論文一色というわけではなくて、えー、担当の勉強も取り入れてはいくことは必要ですので、まあ、イメージとしては、まあ、論文7割担当3割ぐらいの、えー、勉強の時間の配分で進めていくのがいいのかなと、まあ、不安な方はねもう半々で構いません論文うー50%担当50%、ね、あの分けてそれぐらいの半々なですねウェイトで構わないですけれども。 うんまあえー、まあ少し余裕があるよっていう方はもう本当に論文78割強めても構わないのかなと思います。ねまあ、ある程度ねこう現段階でその5月担当を見据えていた方は、まあ、仕上がってきてると思うんでねだからまあその、ね、仕上がりをキープしつつ、えー、論文の学習を加えていくと、ね、そんなイメージで2回目以降の方はですねの論文の学習を、えー、やっていくというところですね。はい、で、まあ、特に困ってる方は初回受験生の方だと思うんですよ。 で初回受験生の方は今回の延期を受けておそらくね一番こうチャンスをもらった方なんですよね。一発で担当論文通るチャンスってものがこれかなりですねこう上がってきているんで,ですかなので初回受験生の方はですねこう悩ましいと思うんですけれどもですかまず初回受験生の方現段階で通常の5月式試験向けのね 5月の担当式試験向けのカリキュラムが全然手が回ってないという方はこれ論文やってる場合じゃないんですよね残りの期間を見据えてそれでもきついとか残りの期間、まあ、8月まで3か月ある中でまあなんとか3か月ぐらいで回せそうだという方は論文やってる場合ではないので既存の担当のカリキュラムを進めていくということをお勧めします。な、まあ、なかなかね一、えー、合格コースの方 はですね、きついと思いますので余裕を持って進められてる方ってそんな多くないと思いますので、ね、なかなかこうもうねきついという方は別にそこはもう論文考えずに担当までの期間が延びたからその分チャンスだと思って既存のねその担当のやってきた内容の部分っていうものの精度を高めて、えー、繰り返し練習をしていくとかですねあとは、まあ、当然ね本来だったらやるべきところに手をつけていないという方もいらっしゃると思いますのでそしたらね、えー、その手をつけられていなかった部分について、えー、学習を進めていくようにしてください。 はい、で、えー、初回受験生の方である程度教材こなしていると、ねまあ、具体的には担当問題集2冊と、まあ、すみませんこれ財務掛けの話になっちゃいますけども財務掛けでいうと担当問題集2冊あとは当連ですねその辺りが、ねまあ、基本的に回せているよとほ、まあ、他の科目もそうだと思うんですね問題集と当連がある程度回せているよとであと3ヶ月はちょっと時間がね余裕できそうだとかえー まあなんか間延び感が出てきちゃうなという方は、えー、これは圧縮の論文を、えー、取っていただきたいなと思います。圧縮論文ですね。まあ、まあ、208世の方はですね圧縮論文、まあ、ちょっとここ価格の話になっちゃいますけども5万円というですねあの破格な値段で圧縮論文ですね申し込めると思いますので、えーまあ、なんとかね圧縮論文を申し込んでで論文の勉強をしていくと。論文の勉強をしていくと。 で、まあ、これもイメージは6月末まででいいと思うんですけれどもそこでもね2通り考えられます。ちょっとここはは一瞬しますか、ねはいで論文の勉強をする中でも、まあ、一番で、ね、勉強してる人は本来租税法なんですよ。論文式試験で初めて登場する租税法という科目を勉強してもらいたいんだけれどもやっぱりねその担当で、ね、受験しない科目を担当前に勉強するのがですね現段階では不安な方もいると思うんですよ。ね、で、そういった方は 圧縮の中でも担当科目の方の、えー、論文の勉強をしていくと、つまり担当と論文重複する科目の勉強をしていくっていうですね。えー、ことも全然ですね。視野に入れていただきたいんですね。なのでまあ、圧縮。講座ありますよね。圧縮講座の中でもちょっとその租税法とかに手をつけるのは怖い。という方はね。担当4科目の論文の勉強をしていくと。 担当4科目ですね。すね財務管理、えー、監査、えー、企業と既存の科目の論文の講座を、まあ、基本的に聞いていくということですねあのまず講義を聞いていかなければあの勉強にね、えー、手をつけられないんで論文の,の勉強にだからまずはね講義を聞くっていうことがメインになってきますで圧縮論文だと合計30コマちょっとだと思いますのでおそ、まあ、らく、えー、1か月かな一か月あれば切ると思うんですよ ね、だからまあできれば講義を聞いていただきたいというところなんですけどもちょっと租税法怖いよっていう方はもう担当と重複する科目の講義を聞いていくというところですね。ただまあ本当にやるべきことっていうのは実はまあ租税法なんですねこっちですね租税法はい租税法なので少しですね、まあ、余裕がある方はできれば租税法の講義聞いちゃうと租税法の講義聞いて講義聞いただけたら意味がないんで問題集で復習をしていくと問題集で復習をしていくと。 ま優先的には総勢法をやるべきですけれどもやっぱり怖いという方はあの圧縮の中の担当と重複するところ、ね、科目としてね重複するところの講義を聞いて、えーまあとはね、えー、その問題集をやるなり、まあ、各科目ごとに方針があると思いますのでその方針に従って、えー、勉強を進めていくと。で担当と被るんで当然担当の勉強にもなるんですね担当と重複する科目は。ね、だからまあちょっとと、ね、怖いという方は。 まあ、担当4科目の方を勉強をして、まあ、担当4科目のの方は担当終わった後に講義はまあ少なくとも聞かなくていいような状況、ね、復習をすぐにですね論文の方の復習をすぐにできる臨戦体制を整えておいて担当終わった後は基本的に租税法と選択科目に特化できるような状況を作っていくと、ね、で余裕ある方は租税法の方を聞いていくと、ねまあ、両方やるってのはなかなかしんどいと思いますのでえこれは圧縮を取った場合でどっちかに絞るっていうのでいいと思います 租税法派かちょっと慎重に担当4科目派にあのどっちかにですね分かれて、えー、で残った時間はまあ担当に費やすというところでイメージはねやっぱり圧縮をしたとしてもやっぱ担当の勉強は担当の勉強でやるべきだと思いますので、えーまあ、その今から6月末までの期間っていうのはイイメメーージジ論文7割割、えー、担当3割ぐらいのイメージです、はいまあ、もし租税法を選択された方は租税法5割の担当の勉強を5割っていうイメージですね。 そこらを、ね、こう目処にしていいたただきたいと、はい、であとねちょっと財務会計論の話になってしまうんですけれども、えー、論文の圧縮の中にプレトーレンという答弁が入っておりまして、えー、プレトーレンのです、ね、財務会計論の1回目から10回目は担当にもですねこう役に立つ答弁になっていますのでそしてまあ論文のです、ねえー、基礎部分の答弁になるので、まあ、ぜひですねこの論文圧縮を取られた方は財務会計論のプレトーレンのです、ね、1回目から10回目をですねあのやっていただきたいなというのは個人的にはこれ思うところで財務ですね。はい すみませんここはちょっと個人的な財務会計論の担当なので財務会系の話になっちゃうんですけどもですか、まあ、これあのやっぱ論文に行くとですね担当でピンポイントの背筋、ね、ばっかり求め,た練習求める練習ばっかりしているとやっぱり総合問題でねこう財務省を作るっていうのがですね なかなかこう慣れていくまで時間かかりますので是非、まあ、ねその慣れをこの延期の期間使って、えー、こう慣れをね養っていただけるとまたスムーズにロボのに入っていけると思いますので、まあ、これは是非ねあの圧縮やるよっていう方はこ,うこのプレトーレンの財務かける1から10基礎編というのがあるんでそれをやっていただきたいなと思います。はい、なのでまあ初回受験生の方でもね、えー、まあ現状でちょっときついという方は別に無理して圧縮に進む必要はありません。ただ なんとかぜひその圧縮の方を、えー、取ってその中でねまた租税法ないしは担当4科目のですねどちらかの講義を、えーまあ、聞いて、まあ、当然復習をしていくとあの復習しないと意味ないですからねこう聞いても、ね、復習しないと意味ないんで論文式式いごめんなさ担当式試験ですね8月の担当式試験に終わった後にテキストとかねその論文のテキストとかレジュメを見ればこれ6月とか5月に受けた講義の内容が 思い出せるような状況は必ず作ってくださいねそうじゃないと今ここで論文の勉強する意味はあまりないですからねだから租税法だったらちゃんとですね講義聞いてある程度計算の復習をすると問題集の中かで、ね、そこまでやらないとあまり意味がないと思ってください同じこと重複して担当後にやるのは1万時間がもったいないですからねですか。この5月の半ばから6月下旬まで論文の勉強をするんであればその部分っていうのは 8月の担当が終わった後に重複しして勉強をしないくていいくように勉強は進めてください、はい、であとはですね担当の勉強についてですけれどもですかここまでですね、まあ、大体5月とか6月ぐらいっていうものを目安に担当の、ね、勉強をされてきた方は今理論の詰め込みやってると思うんですよ。でただ、えー、計算がねちょっとおろそかになってる方はもう一度ここで計算見直すことはできるんで期間的には。 だから理論の詰め込みっていうのをもう少し後ろ倒しにしてもう一度計算の部分の確認っていうものを必ず時間としては取ってください。まあなんならですねあのこれは今まで切っていたところですねあの重要性が高くて切ったところですね重要性が低くて切っていたところを無理している必要はないです。ただ重要性が高くて切っていたようなところについては必ずやるようにしてくださいね。 でただ今やってる理論詰め込みが無駄にならないようにですか全くその理論からね離れてしまうと今やってるね担当の理論から離れちゃうとこう一気に抜けていく可能性がありますから詰め込みの学習っていうのはねだから今やってる詰め込みを無駄にしないようなスケジュールは立ててくださいね一問一答で猛烈に繰り返していた方が急に一問一答やめると多分どんどん忘れていくと思うんですよ、ね、だからそこはね少しずつ普段の学習の中に今までやってきた一問一答の内容まあ学習のね えーまあ、例えば1回転させるとか2回転させるとかってやってると思うんですけどもその一問一答の部分っていうものも必ずこう普段の学習は残すようにしてくださいね10割の学習の中の1割部分でも構わないので、ね、いきなり一問一答やめると全部抜けていく可能性がありますので,で抜けていったらね、まあ、また覚え直せばいいんだけれどもやっぱりメンタルはだいぶやられるんですねあのの時は覚えててていたのに忘れてるって、まあ、当然人間忘れる生き物なんでしょうがないんですけどもやっぱりそのウエイトが大きければ大きいほどショックは大きいですからね。 ま一応7月の頭ぐらいからまた担当に専念すれば思い出すことはできると思うんですけどもやっぱり一回忘れたものを思い出すっていうのは精神的には相当苦痛なので、ね、メンタルに行きますのでなんとかね、えー、その知識の、ね、流出を防ぐようなプランニングを立ててくださいいきなりじゃあねあ延期したから今までの理論の詰め込み一切やめてじゃあ全部計算にしましょうっていうのはちょっと怖いのでねだから一問一答の詰め込みの部分を少しね残しつつ計算の方に少し徐々にねウェイトを上げていってまた で7月入ったらまたねこう理論の詰め込みなんかをやっていくような、えー、イメージでいいかなと思いますんでう、ね、まく、あ、ここまでやってきた勉強を生かすようにはしてくださいね。勉強のやり方次第では殺してしまう可能性がありますから特にろんな詰め込みっていうのはねさっきもお伝えした通り忘れやすいですからね詰め込むというのは、ね。なのでそこは注意をしてください。はいえー、ここまでが担当生向けの話でで次論文生ですよね、えー。まあ個人的にはですね論文生の方がつらいと思いますね。 特に、まあ、2回目の受験の方や3回目の受験の方はですねモチベーションを保つためにはなかなかですねかつ、まあ、試験が終わったらこういうことをやろうとかね9月10月11月で旅行行こうとかっていろいろ計画を立てていた方もですねいると思うんですね。まあ、ちょっと状況が状況況がなだけにですね、えー、まあ 多くの方がそういうい計画を立ててたと思だまあ実,質、ね、実際試験がもう伸びてしまったらもうこれは現実ですからうまく気持ちを切り替えて、えー、残りの期間ですね678910とまあ5ヶ月以上ありますんでねもう半年か半年ありますので、えー、なんとかねこうスケジューリングを立てていただきたいなと思います。でその中でですねレックのねコンテンツであれば。 よく質問を受けたのはそのプレトーレンとグレートですねグレードアップトーレンと2つあるんですけども時間がないからどっちかに絞っていいですかっていう質問もすごくありましたで私はまあ,あのその方の状況に応じたねアドバイスをこうしていったんですね、まあ、グレードアップの方がいいよっていう方もいればねプレトーレンの方がいいよっていう方もいたと思うんですけども、ね、せっかくまあ延期したんでもしねどっちかに絞っている方がいたらこれも両方やってください、ね、両方 でこの延期の期間を使ってやっぱりですねあの論文生ってていいうものは力をつけていきますからね。だからやっぱり自分もそれにですね乗っかって力をつけていかなければね置いていかれてしまいますから論文は偏差値勝負ですからねですかだから間延、まあ、びした期間をですねあの、まあ、うまくこう使う必要があるんですけどもやっぱり切っていた教材はまずやっていこうと基本的にはねあとは論点ですで一番危ないのはこういうスタンスなんです 間延びしたから今までやらなかった細かいところをやっていきましょうっていうのは非常に怖いと思います、ね、基本的には細かい部分っていうのはまあ、埋没になる可能性が高い問題なんですよねまあ本当に時間的に余裕があればいいと思うんですけどもそれを中心に学習を進めていくつまり間延びした期間を細かい論点の習得に充てるっていうのは一番愚策だと思いますんで,ですかだから重要な論点に手をつけるまあ重要な論点を繰り返す で重要な論点で切っていましたと。例えばね、まあ、連結キャッシュローなんかはですね、えー、まあ、重要性高いですけれども、結構切ってる方もですねいます。でも連結キャッシュローだったらね、えー、それを勉強し直すっていう価値は十分にあるわけですよ。ね、なので,で、ここは注意してくださいね。重要性がある程度ある部分で切っていたものがあれば、それは必ずやるようにすると。ただそもそも細かい内容を間延びした期間に、えー、当てる、細かい内容の習得に当てるっていうのが一番よろしくないので。 別にそれをやってもいいんですよやってもいいんだけども間延びした期間に当てるのはやっぱり重要性が高い部分の精度を高めるという点そして触れていない論点があれば重要性が高ければその部分を取り返していくそこはねあの強く意識をしてくださいね細かい論点っていうものをいろいろ拾っていきましょうっていうスタンスは、ね、これはまあ余った時間でやればいいんですよ学習の中心っていうのはそうじゃないと重要性が高い部分 の精度を高めるとという点あとは未消化の教材ですね未消化の教材があればその分は必ず手をつけていくというところで、まあ、担当生以上にね論文すればつらい時間を過ごすとは思いますけれどもこれはまあ条件は皆同じですからね条件は皆同じなのでなんとかねもう気持ちを強く持っていくしかありません、まあ、中だれもするかもしれませんけれどもまあその、ね、期間っていうものを、ね、極力短くしてあの学習に、えーまあ、取り組むようにしてくださいまたちょっとですね 論文生向けにはまた別途オプション講座なんかもですねえちょっと新しくちょっと検討はしていきたいと思いますのでまあ辛いと思いますけれどもえなんとかねまあチャンス特にまあ学習が進んでないなかったらすごいチャンスですねえだと思いますので少しこうね気持ちを切り替えてあとスケジュールもし直してねまあ当然の方もね月1回のペースにえーなりますので だからまあなんとかその当連に向けてね少しこう準備をねしていくペースメーカーとして当連を使って準備をしていくようなんですねイメージを持って進めていくようにしてくださいまた論文生は論文生向けにですねどっかのタイミングでまたいろいろとこうコンテンツなんかも紹介していきたいと思いますしえまあ担当生向けにですね始めたあの学習強化のですねえ動画まあ20分から30分の講義動画の方もですねまあこの辺期を受けてまたねあの本数増やしてまあいろんな論点やっていきたいと思いますのでえなんとかですねちょっと論文生は <laughs> こう辛いと思いますけれどもですね。えー、まあ、気持ち切り替えてやっていただきたいなと思います。はい。まあ、先もおっしゃた通りというか細かい論点にね、えー、こう無駄に深く突っ込む必要はないですからね。伸びた時間は重要性が高い部分。財務関係であればね、重要性が高い記述の精度を高めるようにしてくださいね。まずそこが一番大事ですからね。財務関係であれば、ちょっと財務関係寄りのね話になってしまいますけれども。ね、はい、えー。というところで。 またですねあの状況に応じていろいろとですね発信はしていきたいと思いますので、まあ、とりあえずね今日、あの今今かな先ほど、えー、延期の発表がされた段階で、えー、皆さんにお伝えできるところはね以上かなと思いますのでまた何かあればです、ね、その都度発信させていただきますので、ま、た情報のですねツイッターなんかやですねレクのホームページなんか見ていろいろとキャッチアップしていただければと思います。はいででもねねなんととか、ね、ちょっと延期に向けて、えー、まあ少しです、ね 動揺される方もいると思いますけれどもですか、条件はみんな同じですからね、えー、ここで、ね、気持ちをちゃんとですね、もう一度立て直してですか、立て直して、そこができるかできないかったら大きいですからね、えー、なんとかね切り替えて、えー、強い気持ちを持ってまたね進めていくようにしてください。はい、えー、それではですね、動画の方以上とさせていただきます。お疲れ様でした。